はい、たい、ぐすよ。チャーガンジュンやみせんな。おねえからずぬちむどんどんラジオ、始まりの。はい、今日は10月20日金曜日夜6時を回りました。ということでね、まずは自己紹介からやっていきたいと思いますよ。私は双子の一男性の姉になる顔は誰のがれ。体はガンダムのラームです。声を聞いたらわかると思いますけども。 性別学的女性でございます。皆様と一緒にこの番組を楽しんでいけたら嬉しいです。この日本、この沖縄が生きがいなぐ、生きがふじ、なぐふじ、みんなが尊重し合って生きやすい世の中になりますように。続いてのパーソナイティーさん、よろしくお願いします。 はい、ラぶちゃんの妹になってる。今日はね、チュラチュラチュラんだねー。ちょっとね、<laughs> 何回も解明するよね。謎めいているんですよ、あんた。じゃ <laughs> ないの。今日ね、黒いギャルだからね、みんな見てみて。あの、ユーストリームとか、ユーチューブとかね、ケスとかでもやっているのでね、うん、見てみてね、はい。決して可愛くはないです。<laughs> はい。てか、なんかね、あの、私たちおかしいよね。な何がおかしいかって言ったらさ、うん、私今日ちょっとナチュラルメイクじゃないお姉ちゃんに教えてもらったナチュラルメイクやってるんだけど、うん、私がナチュラルメイクやって、あんたけバく あんたがちょっとなんかナチュラルになったら私はケけばくなるじゃない何かこのチームワークのなさ今日あるいはハロウィンっていうテーマだったからさちょっとでもハロウィンっぽくしないとじゃないと思って違う違う違うじゃあ存在がハロウィンだから大丈夫ああマネかネじゃハロウィンだけどそう見た目的なんかいつもナチュラルっていうよりかはちょっとゴテゴテな感じでしょあなた逆にさナチュラルすぎてホラーなんだけど <laughs> 見てごらん、あのホラーじゃない、ホラーよ。ナチュラルじゃない、すっぺんに見えるからね。<laughs> <laughs> いやだからあの、その代わりに眉毛を太くしてんの、まあ、近くから見たら、ね、もうもうとっても太く見えるんだけどね、あとでね、ていうのしなくても二重に見えるようなあのメイクを教えてねあ。できたらね、ツ <laughs> イキャスお願いしていいですか。<laughs> ーえっと と、コメント読んでいきたいと思います。ドゥドルフさん。ドゥドルフさん。はい、さあ、こんばんは。いこんばんは。ダムちゃん、豪華なダンちゃん、ゲストさん、今日も楽しくです。ありがとうね、つぼ。ありがとうございます。はい、ちゃん、お母さん、ダンちゃん、ダムちゃん、こんばんは。こんばんは。ありがとうね、つぼね。はい、ドゥドルフさんね、今日も二人とも美しいですよって、やだ、もう。お近くだから見た。私、化け物だからね、間にどんだけ引いてるか。私、近くから見たら可愛いんだけど、どうか見たブス視なの。 <laughs> ううううん、んんん、まあなんとも言えないけどあのあれよねムービーで見たらあなたのちょっとうんって感じよねやっぱりはいツイキャストユーストリームでもねやってますので <laughs> よかったら見てくださいねよくなかったら見ないでくださいね <laughs> はいえっとカチン、ねまあやかちんねわみんな久しぶり右っかココアちゃん <laughs> ご <laughs> めんの,こここあのキャスの方で見える、うんえっと、真ん中あたりがダムちゃんですね、でで右あ左側があの私、ダンちゃんですよね、日はあのゲストさんが来ております。ゲストさん、うん、ダムちゃん、<ょ>ダンちゃんでお送りしてます、ちょっとね、コマーシャル明けにねあの、ちょっとあの自己紹介、また改めてやっていこうかなっていう感じです。はん、はいはいうん,ん,ん どうしたの、ね、何にフリーズしないで<え>。<laughs> あ、もう入っちゃったのかなと思って <laughs>。あ、あ、じゃあ、コマーシャルでーす。ごめんなさい。<laughs> はい。おねえからずのちむどんどんラジオ、始まっておりますよ。<laughs> ただいまですね。<laughs> FM 小坂生放送で放送していますよ。おねえからずのちむどんどんラジオのダムとランですよ。ということでね、今日は、えー、っと、ゲストさんが来ております。ええ、ー。イーイご紹介の方、よろしくお願いいたします。呼ばれて、飛びれて、ジャ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 ーン。懐 <laughs> かしい。懐かしい感じ。懐かしい。懐かしいな。<laughs> いな <laughs> あら。<laughs> 2年前ぐらいかな。3年前ぐらいじゃん。3年も行かないよ3年も2人とも話が、本当に重くなってる。いや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 。もうたらね、感心した。もうくちゃ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 よね。うん。そう、もうなんかもう、なんもないしね。はい、ライブハウスジグザグです。はーい。はい。

でもしょっちゅう来たら鹿島さんにはねいや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 もうしょっちゅう来てほしいです。よありがとう本当にしょっちゅう来てほしいです。ぜひぜひね私たちのお仲間さんにもねちょっとね何だろうあの来てって言ってるんだけどみんなはあの恥かさして来ないんですよ恥ずかし恥ずかさするみんなねみんな本当にね私だってあ行きたいってうよほしいけどね大丈夫ね始もう私いついなくなるかわかんないからあれじゃないやっぱし番組とかがなんか休みとか休みともないか。 もうやっぱりないとね毎週毎週の楽しみだからうーん寂しいよね <laughs> <laughs> そうですよね本当にもううんな、うんだろうね<ー>うんえっと 何って言うんだったか忘れない最近アルツハイマーだからえ、<laughs> 日本語忘れてるよ最近ねまだまだ若いのにい日本語じゃなくて今考えてたことを言おうとしてるのポコッポて忘れるんであっよ,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 よくありますよくよくありますよあよ,あよかった私だけじゃないの私 <laughs> だけじゃなかった,んでかったそれそれに老化っていうのよね <laughs> うん脳トレしないともう老化 私、脳トレするためにさ、おやじギャグ始めたんだけどさ、なんかさ、脳の衰えっていうかね、逆にね。<laughs> でもなんか、あのー、<laughs> ランちゃん、結構、<laughs> あのー、なんだろう、おやじギャグがすごくなってきてるんですよ。<laughs> なんか、え、こういうのでギャグ作れないでしょと思うのでギャグ作るので無無理理やり。 <laughs> でもなんか何あんたあの携帯調べたら反対にそれがでしょそれが反対になんか脳の動化どうかなんだって <laughs> <laughs> でも考えるからまあは頭は働きそうですけどねだからね、うん、ということでツイキャスお願いしますああちょっとあのコメントいっぱい来ているので読んでいきたいと思いますえっと「あやかちもう会いたいわ」ってだからねて。き ぜひぜひ来て私たちのお店にも働いて <laughs> ラジオの日でねそのままあの3人で、ね、いいかもしれないね、うんはい、ドドルフさんねダンちゃんのお胸はどこに行ったのだからさあれなんですよ私今日ねあのこれチューブトップっていうのがチューブトップ履いてるから私のいつものねあのブ,ラブラジャーじゃないシリコンパッドあのおっぱいのシリコンパッド入れると飛び出ちゃったからちょっとあもう今日ダメだわと思って 最近、震災ね、おっぱい、あのー、<laughs> 私、パンクしちゃってね、ちょっとまた買わないといけないから、それまでね、あの、楽しみにしててくださーん、いつになるかなって。<laughs> ねえ、もう、おっぱい、おっぱいばっかりって。だからね、今日、本当に物足りないのほうだもん、もう、小さすぎて、ね。この番組はそういう番組でございますからね。あやたちね。あジグザグのマスターさんだったんだ。久しぶりに見ました。だからね、あやちゃんわかるよって。アクションでもんじゃないよ。 二年前か一年前ぐらいよく行ってたかでみんな。ね。あの時ね、なんかイケメンさんとね、イチャイチャしてたよね、あやった。懐かしいね。はい。私もしたかったわ。ゲストはライブハウスジグザグさんですよ。はい、よろしくありがとうございます。 FM 小ザさんにあてかな、こんばんは、明日台風来ますかって、<laughs> 明日た <laughs>、あた、私、たぶん、情報を見たところ、日曜日に来そうなんだよね。<laughs> っていうか、あのなんかあの、うるま祭りも、だからこの台風の影響でね、なん,な,ねなんか中止になったって聞きましたけどね、だから、どうなんですかね、<laughs> 私たち、ね、でも今、<laughs> あまり風強くないよね。 でもあれが広い大きいから沖縄があるとしたらちょ,っとだけこのちょっとだけ近くぐらいにいた感じだったかでもちょっと沖あの台風の影響はあると思いますよ。の私のの知る人人でねあの外出禁止が いるので、まあ、別れればいいけどね、セパレートすればいい。だからね、うん、はい、ドゥダルフさんね、お二人はまだまだ同かの先です。40年後ぐらいです。<laughs> 40年後って言ったら本当、私さ、あの、あれなんだよね。あの、これ、嘘なしで、私認知症になってないかなと思うぐらい、なんか怖いんだよね。だから今のうち脳トレしとかないとね、あの、ドーパミン増やさなきゃ、皆さん誰かねも,もっとね、あの、社交的になっていけばいいんじゃない、私たちは。 社交的っていうか<構>あっちこっちってさいろんな人と絡んであの人間好きになって。あのー あのー、元気な皆さんには失礼なんですけど、最近、そう、その車高をし,したいんだけど、あの、歩いてるでしょ事例しかしないんでしょ肩が痛くなるから、うん、誰か乗ってるんじゃないそ,んそ,んそんうそうそう、背後例がねさ、あの、私、今年あの、いやいや、いいあなたが背後例だと思うよ。<laughs> 誰が背後霊 <laughs> だって今日の化粧、そ,そんな感じよ。<laughs> 今日はね、黒ギャルだからね。私ただの男だから。<laughs> <laughs> 自虐か言うてね。うん、はいあ。あの、私あの、 今年のあのウクイだったうん。してないから多分乗ってるんだはず。ああ、うがん不足に。ごめんなさい、本当に。私もよ、それは。あ、ドルフさん、うるま祭りはお休みだけど、石川の闘牛場ではイベントはあるんで、あるようです。石川の闘牛場でですかあ、そうなんです石川の闘牛場、あるんだね。石川なのに全然わかっていた。なんかさ、あの、あれしか思うあの石川の闘牛場の夜のチャンバラごっこよね。 ハッピー、<laughs> そういう番組ではございます。<laughs> は<ー>い、はい、なんでもないです。はい、ということで。えっ、ー、と、今日のテーマがね、あの、実はハロウィンっていうことでね。あの、今年、あ、今年じゃない、今月で。あ、えー、の、最後の、のあの、おねカラーズのちむどんどんラジオなので。次は11月の金曜日の3日になってるので、うん、ちょっとハロウィンの話。今やっていきたいなって思います。なん、な、何かそうするの、あった。<laughs> あの今,今でも一応仮装なんだけどね、うん、ある意味ね、黒ギャルっていうね、あれでしょな最近あなた、ナイ行ってあの、あれでしょあの、黒ギャルいなかったんでしょいなかったの、なんかねあのマル、マルキューに行ってきたんですけども、ロリータもいないし、あのマンバみたいな,な、なんかあのギャル、ギャルの人たちも全然いないし、うん、寂しいよね、だから、ね、寂しいよね、ねジグザグさんは何今日、あ、うん、今日じゃない。<laughs> 今日はい <laughs> あのなんだっけあのなんかあの、うん、イベントします？あ今日は普通にライブが入ってますで、ね、うん、ブルースライブ今日は明日た普通にブルースライブ。なんかハロウィンのなんかやるんですか？うーん <laughs>。曜日的にあの三、うん、火曜日さんね。火曜日ですよ、ね。火曜日だし。そうだ火曜日に当たってる。だからリジ来週の水曜あ土曜日そのあたりになんかあのあ<ー>そこでライブやるやつがなんかやるからって感じであんまし。 あのハロウィンはそこまで考えてないです、ね、あ,<ー>あ、そうなんですね。うん、あなんかあのーうん、え十一月八日と二十一日に何かまたイベントがあるんですよね。うん、ファイヤーよこしょう、うん、ちょっとあの告、ー、知、うん、の方、うん、よろしくお願いします。はいはい、えっ、ー、とファイヤーよこしょうこ表彰なんですけどこの女芸人ということではい県外からめぐまりこさん松田聖子のモノマネ。うんうんうん よくテレビに出る方ですね。で、かつなあさんは本当にあの、吉本の落語家なんだけど、この時は大人の落語ということで。あ大人の落語で。あ、なんか行きたいですね。まあぜひぜひ。まあまた、招待してもいいし。しかも月曜日だしね。あ、そうなんですね。あ、月曜日。ああ。で、次に、手品し。 が読みきれない読みれないですね、私、小学校2年から行ってないので。じゃ私が読んであげます。えっと、松田祭店長、バイバイあれはこんな感じだった。ごめんなさい、の嘘です。ごめんなさい、私一番苦手なので。で、あとはァイヤー陽子。 さんは結構あよね前、一緒にゲストではなかったかと。一緒に出演っていう感じでしね2年前、3年前ぐらいだまあまあ、そのこの4名の女芸人ということで、キャバレーないとボリューム数ですね、11月の22日月曜日になります。 あれするから月曜日いけそうな感じがする。うん、連絡してね、うん、<laughs> <laughs> ということで、えー、と当日ですね、7時半オープンの8時スタート。一応、料金、前売りが2500円、当日が3000円で多分ちょ、もしかしたら前売りで売れる恐れがありそうなんで、<ー>できれば連絡してもらえたら。うんね、でこれが、まあ、あれ今、ちょっと大きいイベントと、あと11月の。 何日から？二十五日二十五日、五八一通りあの通り会の方でイベントをするということでが今決まりました。 これは五夜市通りの通り会イベントですね。はいはいはい。その時にメインゲストで、こじゃみさこさん。こじゃみさこさん。みこねね、みこねね。もうみこねね、も前からちょこちょこ、あれはなんかイベントイベントお願いをしてたんだけど。ね、この要するに、あの街のイベントとか、そういうものになったら、参加できるよって言ってたけど。けど、本当はなんか用事が入ってて言ったんだけど、また翌日電話あってから、あの、じゃ日程変更できたから。 で私のイベント出るよえすごいたちもなんかあの前大鳥ホールの方でなんか歌歌ったね歌ったた時に小嶋美佐子さんがいてとっても気さくな人でしょうあの普通に彼らの三イで10時ぐらいになったら「総菜が半額な」っていうのをジャンジャンして待って もう一般人、一般あのよくよく十時ぐらいで水がものさんへとか、行くへそに行くときでもさ、美佐子さんは昔から、ああのまよくは知ってないけど、お兄さん、お姉さんが同級生なんで、うん、もうだから、ようなんか、思うかけでちょっと覚えてますね、あと美佐子さんの歌も昔から、こんじゃんさばくいとかっていうのも知ってるし、でもとてもきさくない方で、この方がもうごやいち通りの。 メインゲストで決まりました。皆さん見に来ないと、そだよ。あとですね、えっと、長渕剛のものまね、ものまねっていうかね、えっと、最近、全国ね、テレビに見れた。はいはいはい。あざぶち剛さん。あざぶち剛さん。あざぶち。あざ東ん。ですよで、あと、小ザ、小ザのあの、ブルースビルジャッがえっと、東嘉さん。東嘉義堂さん。ん。あと、民謡界から、 えーっとヨヘンアイコさんさんとさっき名前おい出したけどなけですが何とかカツコとか,かつこさんジグザグの近くでお店がある <laughs> そして司会になんと <laughs> <laughs> 今、今、今決め。いいのかな。今決めた。今。もうもうラジオで言ってしまったら帰らねんから。はい、あの、今。決めてもらいました。あの、司会は、一応ラムラン。ね、あの、サブになるのかな、渡したん。になるのかな。 あのまあ一緒にもう一人いるんですよね。そうですね。司会の方がね三人でやるっていう感じになるのかな。でそれでちょっと私たちは次あのラマランはあの司会でごやち通りでやることになりましたので、まあ初めての司会だからちょっとあのチムドンドンチムバソード合わせてるんですけど、その分あの私格好でねあの派手にしてきますのでいいねいいね楽しみだね。じゃあじゃ貴族ドレスで貴族ドレスでもしかしたら着ます。それも楽しみ。それも楽しみ。あでもあの邪魔すぎてあの楽器 とか倒れないから、大丈夫。大丈夫、大丈夫。え、あんた傘さして、暑いよ。暑くないから、わかんないけど。そうそう、傘さしなさいとか言って、ない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 。あのね、凄まじいとつけてるからって。あう暑いで暑手で持っておいでってね。もう、でも、あれじゃない、台風もさ、おし、その時だったら、ちょっと、ちょっと涼しくなって。るそうです。よう涼しくは。まあ、この時、あの。 沖縄市ではゲートローリフェスタとかあっちこっちでイベントをやってるんで結構今まで流れてきたんですよねお客さんで第2回目やって第3回目でちょっとあのまあパワーアップしたくてもうだから司会もぜひ2人パワーアップしたくててんかラムランですかありがとうございますございますもう頑張りますはいはいそういうことでまあ今日もジグザグイベントいろいろ今日はえっとブルースですねグッドルック ドックドックブルースバンドっていうのがやってます。明日はドックナイトですね。はい、で、あとは今言った、えっと、ファイヤー横、えっと、十一月二十日。で、ごやいち通りのイベントが十一月二十五日。はい。の土曜日は、のすべての問い合わせはゼロ九八。 098。懐かしい。懐かしい。懐かしい。うん。098。098? すみません。0じゃん。0。ロ。あ、結構こだわりがあるんです。申し訳ございませんでした。はい。あ、ワンモアいきましょう。すべての問い合わせライブハウスジグザグはゼ9 8八。9 8 934。934。5四。五九ト335933。 ごきゅっとさんさん、ごきゅうさんさん。はい、よろしくお願いします。よかった、言えた。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ダイバーズジグザグさんでした。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい <laughs>、ということでね、えっと、あの、テーマ、あの、ハロウィン。 っていうことで、ちょっとまた話していき、戻して話していきたいなと思います。でもその前にちょっとあの、えっと、コメントの方が来てるので、ちょっと読んでいきたいと思います。<laughs> <ょろ> <laughs> はーいえー、そんなとこだったのバクって。うーん、一応そういう感じ、まあ、あの、うん、いあの、確かめてみてください <laughs>。<laughs> <laughs> 夜に行って確かめてみてください。<laughs> はい、夜な夜な夜ななあ。ありがとうございます。いますはーい、ちょっとルフさんね、あやめ。 師匠怖いあやめ師匠,誰だあ,あ,師匠あのあっこの方ですかね勝浦あやめさん<ー>落語家ってなんかあのこの <coughs> 20日と21日なんですかね連続なんだと思うんですけど、うん、その時になんかね 大人な落語家になるみたいですよ、その時は。あ楽しそうだね。ね、あの、その時、ワンヤン陽子さんもいるの。まあ、あの、いたでしょあの、ワンヤン陽ーさんも、あの、結構、夜な感じですよ。夜な感じです。あの、言えば、ラジオで言う、えっと、 えへ小こさんでいう、あの、エロラボさんとかも好きなで、ね、んで、ね、あんな感じです。うん、私はとっても好きなんですよ。うん、私も好きよ。うん、だからなんか行きたいなと思うんですけどね。私たちにはついてないからできないからね。はーい、ピーい。 はいということでルドルフさん、寝豪華のゲストさんたちですね。だからね、皆さん行ってみてね、ぜひね、ジョローバクって、本当にジョローバロ。ってね、ゼロの話かな。はい、おつおつです、ジグザグさんってね、ありがとうございます。ということで、何回も言うけど、ハロウィンっていうテーマに今日は行ってきたいと思います。はいいい行ってくださ月日とえ えっと毎年10月31日に行われるヨーロッパを発祥とする祭り。なんと秋の収穫を祝い <laughs> 悪霊などを追い出す宗教的な意味合いのある行事で<ー>11月1日のあ1日のカトリックの聖人の日である。 で晩宣節晩宣節の前の晩に行われいえばあの前夜祭みたいな感じになってる,<ー>なってるみたいこのハロウィンっていう行事は本当へ<ー>そう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 であの最近なんかあれだよねあのなんか多分あなたが言ってたんだと思うけどうん、うん、最近のあのハロウィンってちょっと変わってるよね 変わってる何が変わってるかわかるわかんな。い <laughs> あの、最近のハロウィンって、<laughs> あの、ハロウィンって言ったら言えば、あの、怖い格好をして、言えば、あの、あ<う>ま、あ<う>なんかあの、あ 悪霊を追い出すみたいな感じでしょはい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 最近はコスプレになってるじゃない<っ>なんとなくあなんかコスプレっぽくもなってきて何やろうかなってなったあじゃあ私ハンコックとかってなんかな,なったりするよね,ねなるよねワンピースなんですけどね、うん、本当なんかあの、うん、ゾンビだったりこのお化けだったりドラキュラだったり魔女だったりねでこのなんかハロウィーンのこのイベントが本当はなんかこの悪霊とかをななんて言ったっけえー、っと悪霊を何 悪霊なのを追い,追い出すなんかあのこういう感じのなんだろうあの儀式じゃないけどそういう感じの日っていうことで本当は怖い格好をしてっていうあれなんですよね、うん、本当は怖い格好をして,からっていれ、ねうん、ばでもあれみたいな感じなんですよね沖縄でいうあのエンサーみたいな感じよねあのエンサーでなんかまあ,あのなんていうのななんて言えばいいのこういうのに。えー 役場台じゃなくてあみたいな一応でもそんな感じだよねそんな感じになってますハロウィンってね、うん、でねあのハロウィンはどう楽しむっていうことなんですけど <laughs> 皆さんどう楽しみますかあのいっぱいどしどしねコメントもね送ってきてください私はねあのチャーターに行く予定だからねあの火曜日だからえっと平日の <laughs> 火曜日だったらいいねそうそう、うん、あの前回のハロウィンなんか土曜日だったようなイメージだったからさあでもあれじゃない結構あのー、ねお昼のお仕事してる方はちょっとあれじゃないかな行あでもあれなんだよね <laughs> だからお昼の仕事やってる人でも夕方ぐらいに行くでしょうん多分夕方ぐらいだったか昼ぐらいかは分かんない昼だったぐらいかは分かんないけど雨もらえますよ ももらえる雨もらええるる私あの友達と一回あの昼に行ったことがあって<ー>あの雨もらいに行くからってん雨どこであの配ってるのと思ってみんな配ってたの雨をあんま嬉しくないね <laughs> なんあんま嬉しくないね何そうない <laughs> よあのいっぱいもらえるんだったらってかなんかさほんかあに外国みたいにさ何ていうの、えー、とトリックアトリートとかって言ってからなんかそういうなんかね あればいいけど面白そうだけどねだからねだからなんかそういう感じで「トリコンをトリートって言ったらもらえるんじゃない、うん、ねだから私もさ何この3年前かな4年前ぐらいにだからあのハロウィンに行ったじゃないその時ねかぼちゃのねダイソーで買ったあのかぼちゃのなんか入れ物みたいなのにお菓子いっぱい入れてたのよあの子供たちが私に対して「あ怖い」とか「トリコンをトリートとか「 <laughs> あのお菓子くれないと,、えー、っとな,なんとかしちゃうぞみいたずらしちゃうぞみたいな感じ言われるのかなって思って私はお菓子をいっぱい持っていったんだけど <laughs> 言われもなく<笑><笑>じゃあ私は言,言われたかったわけ <laughs> なんていうの、えー、っとお正月にお年玉をあげたいタイプみたいなでもあ,のあれじゃないハロウィンって言っても、うん、あのここ最近から沖縄でも馴染んできたイベントじゃない行事ごとじゃない どうなのかね前もやってたかもしれないけどこんなになんかチャタ談で大きくやりますよっていうのはここ最近からだけどね言えばだから4年3年前とかそれぐらいからがあの結構大きな行事ごとやるようになってるみたいと思うんですけどだからあれだよねあ,のあれでしょあれわかる <laughs> あれでしょあれうんわかるわかるあれだよあ,れあなたよ。あの ハロウィンが終わった後があるでしょハロウィンが終わった後にあの結構あのその時マー、まあ、ちゃんと私とラムちゃんでね、うん、あのー、帰ったじゃないはい,はい、はい、あのハロウィン帰りに、はい、その時にゴミがいっぱい散弾してたじゃない,ないう,うんうんうん あれを見てるとなんか次のぎょあのなんてうのハロウィンってできなくなっちゃうのかなってあの心配なので、ね、私結構。かかるかるあの皆さんに注意事をあのお願いしたいんですけどあのチリ袋を持ってなんか自分のゴミとかはねあのちゃんと自分で管理して捨てるようにしてほしいなって私個人的には思います、はい、働く働かぬ者食うべからず。うん,ん 大丈夫今と合ってたうーん、あなたちょっとだ、だ、うん、ちょっと、ね。合ってないよね。うん、はい、ごめんなさい。い働かないしみたいなね、<laughs> ハロウィンの日はね。あのー、最近ではね、うん、あのー、ちょっとあの、その、 パンフレット的なものは持ってないんですけど、ベースの中とかでもねあのこういうハロウィンイベントとかもやってるみたいなのでね、ね皆さんぜひぜひあの携帯とかでも、ね、いろいろ調べてみて、あの行ってみてください。と、はい、いうことで、ちょっとここで一旦ちょっとあの CM 入れていきたいかなって思います。メール来てる、うん アクション大魔王よよこんばんはです <laughs> 目大きくなってるアクション大魔王さんジグザグさん <laughs> の方ですかね分かんない <laughs> どうなのかなア、はいズドル,ルフさんハロウィンでは打たれないように注意してねだからね本当にそれですよねなんか外国でなんかあるみたいですよねなんかハロウィンの日に仮装してそれがなんていうのこのなんていうの泥棒泥棒みたいに思われて打たれたっていう話その留学留学留学生が <laughs> へ<ー>そういう話 ルドルフさん、名群の方々はどんなですか、<laughs> ハロウィンって。だからね、どうなんだろうね。でも、大臣さん、結構またあの本格的だと思うけどね、いろいろ特殊メイクだったりしてね、あのムービーとかでも見てるけど、普通の。何よ、うん、いいよあなたのことはもう。<laughs> どっか行って。<laughs> 本当にううるさいんだからもうほら、ルドルフさんが。 ね私の嬉しいこと言ってるよちょっと大きくなったですよおめめってそうちょっとだから <laughs> <laughs> ルドルフさんあのはっきり言ってあげて <laughs> うんあ。あれなんですやっぱナチュラルメイクだからあの写真写りとかムービー映りとかあの遠くから見た時の印象っていうのはやっぱ男っぽく見えちゃうんですよナチュラルメイクだとナチュラルっていうかなナチュラルでも 二重をねちゃんとあの見えるように作っておけば、ね、可愛いくは見えるかもしれないけどやっぱ二重の幅がね小さいとこうなるよね。 はいカラーズの「ちむどんどんラジオ」始まっておりますよ。FM コザから生放送で放送しております。そういえばあれだね、FM コザさんのこのアドレス言ってなかったね、今からね。今から一応本日本日っていうですね、日のテーマはね、一応ハロウィンということです。ねあの、リスナーさんに向けたテーマが何だったで、ハロウィンっていうことで、なんかね、ハロウィンちなんだ。あの コメントやらねあのー、経験だよねいろいろなんかあの待ってますメールなどね <laughs> はいじゃあ FM 小山のメールアドレス読んでいきたいと思いますよ七六一アットマーク FM 小山ドット JP 七六一アットマーク FM 小山ドット JP までメール出し出し送ってくださいよ,よ、ね、今日もちむどんどんよあなたなんかさあの途中でさなんかステッチになりそうだったよね <laughs> ステッチ

あなたさ、スティッチの格好して、この声でさ、喋ったら。あ、じゃあ分かった。あの、ハロウィン、スティッチがコスプレなってんじゃん。結局コスプレなってるじゃん。あの、顔、着ぐるみ着てる顔見たらね、あの、化け物にしとくのよ、あんた。ねえ、化け物よ。誰が化け物元からでしょ、言ってね。て言うよね。コメント着てるの読んでいきたいと思います。はい。ななまどさんね。ダムちゃん、ダンちゃん、今年のハロウィン何の格好するんですかそうなんですよね。どな だからねちょっとあの私がちょっと一つ立候補にあの挙げてるのがえっとあの先月先月の23日だったんで23日にあのあ24日かな。 <laughs> ちょっと忘れちゃったんですけど、ごめんなさい。まあいいよ、最近でいいよ、それは。<laughs> うん、あ最近にありましたって、ね。ピンクドットで、<laughs> ピンクカーペットっていってね、新しいなんかのこのシステムをね、加えたみたいでね、あのそのピンクカーペット歩くためのだけのために、私たちにあの貴族ドレス、ピンク買ったんだよね。うんまあ、貴,族貴族衣装ですね、貴族のなんかあの格好のなんかドレスなんですけども、結構豪華だよね、一応、ね。一応あの、ねね、ちゃんとととパニエとかかペチコートとか 入れたねあの可愛くなると思うんですけどそれかなんかちょっとなんかどっちが可愛くなるの顔がそれか衣装が可愛くなるのああそれは決まっているなーって <laughs> 本当に言わせないの本当にもう衣装の方よ <laughs> <laughs> だ顔はダメだわけ顔はダメだよ私あのえ皆さんわかるかったわかると思うんですけど最近のピンクドットのねあの新聞にあの 私たち出てたじゃない、二人で映って。私、あの、右側の黒なんだけど、超変な顔してたから。いや、元から変な顔やんな、あなたは。やだ、やめて、あれで可愛いと思ってたんだけど。まあね、もう現実よ、はい。終わり。っていうことで、あの、貴族衣装着ようかなって立候補です。それ以外も、まあね、あの、今から決めていこうかなと思ってるんですけどね。なんか、ゾンビの貴族みたいな感じやりたいんだけどさ、あの、貴族ドレス1万ぐらいしたじゃんだからか。なんかもったいないよね。それもピンクと白とか、あの、 結構ねあ,あの結構そういう色とかが入ってるから私本当にだから何て言うのかなハロ,ーハロウィンっていっても,もう定番がゾンビとかじゃない男の方だったら男性の方だったらあのドラキュラとかよく言うんだけどバンパイアとかっていうんだけどバンパイアとかあと魔女とかなんだけどみんなねなんかね私の中で飽きちゃったわけよ。 だからなんかじゃ何に行くってなってもだからさっきあなたが言ったコスプレとか,なんかそういう人種のタイプになったら言えばあのロリータのじゃ格好しようかなとかじゃあ黒ギャルの格好しようかなとか貴族の格好しようかなってなっちゃう。 だからそうだだよね、うん、だから私、思ったのがさ、うん、私結構ハロウィン毎年あの楽しみにしてるのね参加しなかったとしても<ー>だからなんかあの、もし私がね <laughs> ももししだよもしもし私があの主催できるぐらいの人になれればねあのこういうコスプレとかコスプレって私あえて言いたくないんだけど、うん、こういうコスプレとかなんかそういういろんな格好をして楽しめるようなこの場所をね作りたいなと思ってイベントとかでね。 なんか仮想コンテストとかみたいな感じでやりたいなと思うんだよね、個人的に。な,な,なんであのー 家の駐車場でやったあなた、家の駐車場ってさ、畳1枚分よ。に考えなさい、よ当に。いいんじゃないいいイベントら最初は肝心っていうじゃない。だから最初に。ちょっと待って、あなた、聞いてたんだから、最初にこの小さいとこからコツコツ始めて大きくして。あなた、それ小さすぎるからねアントバにならない限りで。あそこできない。気持ち小さすぎるよね。はい。コメント聞いてるの 読んでいきたいと思いますはいあやかちね私今年のハロウィンひげはやしろかたの格好しようかなかたの格好ちょっと待っていいんじゃない一個しかも一個さが一個さやってたよねあの断層って言ってあやちゃんいいんじゃないいいんじゃないいいと思うどねあかたの格好したらうんうんうんあでも女の子とかも結構いるんじゃないあでもひげは生やさないけど逆に楽しいともなんでかって言ったおっぱあるじゃない今 <laughs> そうおっぱいあるからじゃあ分かったおっぱい出してひげ生やして <laughs> 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 ちょっと待ってこれこそ本当に男か女か分かんない状況よねだからこの世は多様性よっていうことを表現するのよいいねそれも、ね、<laughs> <laughs> このか仮想仮想か 仮装になるのかねちょっと待って、アナウンサー。私たちなんかディスってるみたいくだ。<laughs> <laughs> そういうことは一切ございません。デダ <laughs> <laughs> ルフさんね、えっ、ー、と、宝塚の男役のメイクで、ダンはーって。あー、でも。 宝塚ほど綺麗な顔私、ね、<laughs> でも,私でもなんか一応こういう感じでしたいなって思ってました何かって言えばこのなんかこの上が、あのー、網網の T シャツみたいな言えばなんか肌が見えるわけよ網 T シャツとかっていうのかな網 T シャツで下がショーパンとか履いて2 0ンチのヒールとか履いてでもあの格好はあのー、なんだろう帽子かぶって。 あのツバ後ろにしてね、でなんか男な感じ、そういう感じでなんかやってみようかなと思ってた、なんかそれだったらさ、ちょま、<laughs> 前になあの皆さん分かる方は分かると思うんですけど、あのゲストさんに、ね、ロビンソワさんって来てたじゃない、あの方と一緒に、ね、次のハロウィンって言っても、次のハロウィンも過ぎちゃってるんですけど、あの去年ぐらいの話なのでね。<laughs> 次のこのハロウィンにゴーゴーボーイでみんなで行こうって話だったんだよねだから男装っていうよりかなんかあのこういうゴーゴーボーイ的な格好をしてみんなで歩いたらもっと面白かったよねと思ったけどあの時太ってたからねやりたくてもできないよね <laughs> あーほんとにね出しちゃえばいいのよでも去年のなんかハロウィンはちょっと寂しかったな私なんであの友達一人と私だけだったからあなたいなかったからねえ私何してたの わかんないけどね。あの、だったから、今年はなんかみんなでちゃんと行きたいなって思いますよね。<laughs> はーい。はい。ドルフさん。ドレスを着た吸血鬼はーって。<laughs> <laughs> あ、あー、はいはいはい。どうしようかな。何にしましょうかね。んなんかあれじゃない。あのみ,みんなってあの普段の方って、あ,のあんまりこう床うカソーとかハロウィンの,このコスプレとかやらないじゃない。だからその分、あのハロウィンの日で、<laughs> 結構すごい格好するんだよねみんな気合入ってるんだよ本当にクオリティ高いとすごいよねそうそうだから私もなんか逆らえないわと思って、mm hmm. 東京でもさマルキューでゾンビと,とかやって歩いてったよ本当に,に無視したけど<笑><笑>あたかまれなかったみんなああ怖いあーとか言っていいからら私 <laughs> <laughs> それこそひどいよね。<laughs> 本当にすごいよね。<laughs> うん、ごめんなさいって感じ。ちょっとあれじゃない、冷めすぎじゃないの、本当にもう。ね、うんはい。ということで、ヌダルフさんね、FM コザの前のパーカーベニューでやれば、<laughs> でも、良<も>さそうですよね。そこでなんか、うんミ、ミーナのあっちあっち、コリンザコリンザの方まで、ビーンってみんな、なんかコスプレのなんか人たちがみんないてね、ねコスプレーン <laughs> そういいね、それね。うん、なんか。 できればいいけどねできればねん、うん、まあいつかね私たちもねなんかできる人になればなんかやってみようかなと思いますその時皆さんねんぜひ参加してみて頭悪いのに頭発言しないでこっちでなんでちょっとは知的的に行きたいでしょうもうバレてるかもしれないけどさバレてるよだってもうあんたのもトークでそうじゃない私のトークもそう <laughs> だからちょっと知的的に見せるの今きみんなリスナーさん聞こえてないから大丈夫 <laughs> 大丈夫あのだから台本今作るからえじゃあどうするのあ台本作るわけだからさまず はちょっとあのバカっぽくない感じで、ちょっとなんか独自だけで、ちょっと言って、で後かなんか普通に話すのよ。独絶です。うん、独絶。わかる、れだとちょっと知的的意味、あ、み、はーい、皆さん。はい、どうも。はーい。今の聞こえてなかったが、大丈夫。<あ>はい。聞こえてない、ね。はい続けよ、続けよう。ーうん、レーサーパンダさんね。うん、はい、はい、そう。はいさ、す。はい、す。あ、レーサーパンダさんは。初見さん。そ ななのかな初見さん、初めてだ。ありがとうございます。うんはい、あやかちんね、まー、あ、ちゃんのお風呂上がりのスナックのママの仮装みたい <laughs> あの、初めて行ったときに、あれだよね、初めて私たちハロウィン行ったとき、まー、あ、ちゃんも一緒だったんですけど、まー、あ、ちゃんね、最初はあのお風呂上がりのホステスさんだったの。あ、<で>お風呂上がりのホステステ <laughs> アウホ,ホステスっていうテーマだったのね。テーマではないけど、私が勝手に決めた、<laughs> 決めたんだけど、<laughs> だったのね。後々、<laughs> イカロスになって <laughs> <laughs> 待って、それって私だ私たちだけしか笑えないネタだと思うけど。<laughs> 本当に面白かったからね、<laughs> 次やってほしいよね。いはい、と<う>いうことで、やらせてください。<の> えっとあのどういうこのなんだろうコスプレをやっコスプレっていうか <laughs> あの仮装をしたいかなっていう方も、ね、<laughs> 結構いると思うので、うん、私ちょっと調べてきましたよあげたの,ー、の仮装おすすめランキング、うん、今年の今年の仮装おすすめランキングをちょっと行っていきたいかなと思いますあ,、はい、あじゃあちょっと質問形式にするあどっちでもいいあクイズクイズ形式クイズ、うん、私ね一番がねあれだと思う <laughs> えっとね吸血鬼 で2番が「魔女」いい線いってる皆さんどう思いますあの今のツイキャスダムちゃんコメントくださいはっきり言っていい一切入ってないランキングに一切入ってない10位の中から一切入ってないだから言ったじゃない何よ最近はホラー系よりかはコスプレ系に結構走ってるから それをイメージした方がいいかもしれないよねコスプレコスプレ皆さんどう思いますコスプレってよはいっていうことでじゃあ10位からね話していきたいなって思いますはいじゃあ10位がねあなた多分わかんないはずだけど私もわかんなかったよ最初サンシャイン池崎誰あのイエーイっていう人あイエーイでしょわからない ちょっとやめて。あの、私、あれだったんだよね。勉強しマイブームでね、イェイイェイって流行らそうかなと思ったあの方がね、もう先に使っちゃったから、もうダメだわ。イェイイェイって言ってんのイェイイェイって言って、なんでもイェイイェイって言えば、もう、あの、すぐみたいな感じの、あの、キャッチフレーズを作ろうかなと思ったんだけど。待って、飲み屋の女だったら、みんな言うわよ、私たちも。イェイイイェイ、乾杯って、イェイイェイって当たり前使うよ。流行らない、流行らないっていうか、もうみんな使ってるから。じゃないのも。 意外にありふれててすぐにね使えるものが結構やっぱはやりやすいじゃないどんだけとか言うよねとかねそうだよね私あの春のアイサードで言うよね大好きなんだよね使いやすくて。っていうことで10位がサンシャイン池崎で9位がねあの今キャスレのコメント来てる方ありそうありそうあのいい陰性いってますよはい9位がねティンカーベルです。 ンカベル私、一応ピーターパンのブルーフェアリーで行こうかなと思ったんだよねマーキュリーにしか見えないけど、マーキュリーって言ったらナノマーキュリー、セーラームのマーキュリー、セーラームのマーキュリー、マーキュリー。はい、バイバイ。ということで、ね、妖精系ってことですよね。はい、ということで、8位がね、ピーターパン。8位がピーターパンなの。 あのでもピーターパンって言っても男,男の子のイメージじゃない、うん、私が調べた時普通に女の子もピーターパンの格好をしててなんか可愛い子のピーターパンの,あの衣装もあったのでうん、うん、もし気になる方はねあのやってみてください。でね次にあの7位あの「ハリー・ポッター」。 あーハリー,ポッターで・ハリーポッターのに何,何ハリー・ポッターのコスプレをするのハリー・ポッターのコスプレをするあのマント着てああマント着て何本を持って魔法の杖持ってる感じのあの衣装があるじゃないあ,<ー>ああいう感じですよでもあのえっと去年ぐらいだったっけあのー、<laughs> あな魔法のビーストだったっけ <laughs> 魔法のビーストあの魔法使いのビーストだったかな ハリー・ポッターの新シリーズがね、うん、出たじゃない,いな私あれ私あれもいいかなと思うんだよね<ー>うんあのあの映画見たんですけど結構楽しかったですようん,うんっていうことはハリー・ポッターで次にね6位アリスですうんアリス <laughs> アリスって言ったらなんかあれじゃないあのー、なんだろう 不思議の国の国アリスえっとメイドさんのイメージもあるからやりやすいと思うんだよね、うん、とっても。なんかさ、やりやすそうなものがなんか上位にいってそうではあるよね、ねあ、でも、うん。あの、えっと、キャス,キャスの方ね、あの1入れてます、<laughs> 一応うん。<laughs> ルロルるさんがクレヨンしんちゃん、イナナカマまドさんがミニオンに、あの、何これ、何って読むんですかね。えっと。 とごとく静条先生のコスプレ。ごめんなさい。あなた。あのさっきあの知的知的あのイメージするはずだったのあなたが自爆した。ね崩されちゃいました。はい。美女と野獣はあ。今年なんか。はいということでゴイいきますね。はいゴイがねゾンビです。ゴイがゾンビね。やったねホラーっぽくなったよね。ゾンビ。 ゾンビね先生ごめんなさいね「五百円昌先生」分かんない、ね、なのこのあのあれですかね「あの地獄少女」みたいな感じとかあんななんかちょっと幽霊系のアニ,アニメなのかな。 うん、ではなさそうな気はする、ねうん、なんか聞いたことある,あるような気がするねっていうことで <coughs> あの語彙がゾンビであのっっゾンビって言えばねみ皆さん普通に本当に簡単にできます、うん、あの特に女の子だったらあの揃ってるので何があってって言ったら普通にあの血のりをわざわざ買うって言ってちょっとあのドンキーとかにいてないってなるじゃない、うん、そんな時におすすめするのがこの,あのつけま用ののりまあのりだったらで,でも何でもいいんですけどのりをつけてその上からねあのティッシュをこまめにポッ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  ポーってつけていって、その上からね、あの口紅の赤、うん、赤をポッポッポッポってつけるの、ね。ポッ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 って言いながらつけるのね。じゃあ。<laughs> で、つけて、その次にこだわるのであれば、あのアイシャドウの茶色、とか黒を、あの、また中の方に、ね、埋め込みながらね、やれば、もう結構、あの、見えますよ。それだけでもう完成。うん、すごい完成力ですよ。<laughs> はい。えー、私、ちょっと話戻すんですけど。はいはいはい ごえクエイショう先生。うん。聞いたような気がするだろう。<ー>アニメとか全然じゃない。うん。あ、あ、あ、ごめん,ごめんもう、有名な方じゃないですか。結構有名な。<laughs> <laughs> ねえ。 申し訳ございませんでした。だるよね <laughs> っていう人です。あ、ちょっと違うような気がするよね。<laughs> うん、ちょっと違う、ね。私の眉も今日は、あの、一応、あの、ツイキャスとか言うストリームとか見えにくいんですけど、五百英章先生みたいな、一応眉してます、ね。私の <laughs> あの、太めに書いてます。<laughs> なんだっけだるよねじゃなくて、なんだった 私ねあの、うん、ニュースぐらいとかで書いたことなの,いやいやいやの。CM で最近出てるじゃない、あなた、うん。私ねあの、テレビがないわけじゃないよ、テレビがないわけじゃないんだけど、あの最近テレ、テレビ見ないのよ。私見たいけど、うん、見れないんだけどね。と、うんはい、いうことで、民謡界の大物ですよ、先生。ありがとうございます、そ,その方ね、でもその方の,あのコスプレもいいよね、面白そうだね。うん っていうことであの4位いきます4位がマリオルイージ、うん、私ーシンプルにねシンプルに生かそうと思ったマリオルイージやろうかなって思ったんだよねマリオ・ルイージいそうだね確かにねい,いそうじゃなくて結構人気だよだ、ね、マリオルイージはね私も結構あのハロウィンの時に結構見てるから。 帽子とかでもかぶっても全然かわいいし、ね、私ハロウィンじゃなくても見たけどねマルキューの方で、ね、<laughs> マリオカートしてたよ <laughs> 面白いねナイ地で、うん、本当にはいということで3位がねブルゾンチエミああ三十五億あと五千万人よおカマは自ら男を探しに行きますか行きますなんでよ <laughs> <laughs> 新しいガム食べてみたくない？<laughs> 食べたくないか。マイヤーはい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  <laughs> はい <laughs> はいということで2位がねミニオンです。2位がミニオンなんだ。はいあの7カマドさんで、ね、あの2位ですよね,すごいねーミニオンね。でもミニオン最近人気だよな、ね、あのあの U UFO キャッチャー UFO キャッチャーとかでもね結構あの <laughs> あれじゃなななんだっけあの格好。 あのー。ま、人じゃなくって。えっと、収賞、消臭、消臭ポット。消臭 <laughs> ポット囚 <laughs> <laughs> 人、囚 <laughs> <収>人。<laughs> <laughs> 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 数字を含、ね、あのでミニオン結構はやってますよね。ねえもう日本語忘れるわよ。はい、あの皆さんあのミニオンもやってみてくださいぜひね <coughs> かわいいと思うのででね1位がね、うん、実はドゥドルフさん1位なんですよ「<え>美女と野獣」なんですよ。<ー>のベルですねベル。ベルねベル人気だよね、うん、あのとってもね今年だった。去年だったかなあのこの「美女と野獣」結構はやったって言ってたじゃない。 そうあのな,なんだったっけ、あのー、マライア・キャリーさんがあの主題歌にな,なってるんだっけ、うん、そこまでよく分かんないけど私、映画見に行ったんだけどねルルけ、うん、そういうところあんまり調べないタイプ私も美女と野獣あとってもいいなって思って、うん、だからあのディズニーシー行ってきたんだけどさ、うん、あのあベル買おうかなと思ったんだけどラプンセル買いましたよ。 ラプンセル、ラプンセル見たいよ。あ、そうなんだ。昔の私みたいだったか、金髪でね、ちょっとあの、髪長い感じでしょはい、っていうことで、ね、ちょっとコメント読んでるからね、<laughs> ちょっと時間がないので、告知っていきたいと思います。あ、ルダルーさん、おー、当たったーっておめでとうございます。もうすでも、ギフットに渡してあげますよ。ね、ベルねー。 あお問い合わせください。<laughs> 野獣野獣 <laughs> 野獣役の人もいたいいよね。でも、ね、カップルで,、ね、であの野獣の子のマスクとかもかいい、ね、あのこの海外のサイトで売ってるみたいなのあ売って売ってたから <coughs> ぜひねそれもなんかやってみても面白いなと思いますよはいライカムでずっと1位だったですよ <coughs> すごいねなんかの君の名は的な感じだよね。<ー> 君の名はとかもなんかありそうだけどアニメだから難しいよね最近あの美女と野獣のこの実写版のやつを見たのよそうそうそれも最近お母さんが借りてきたね DVD でしょそうそうお母さんが借りてきてからなんかお母さんと一緒に見たのはいお母さんと一緒みたいなねはい NHK かはいということでちょっとこく告知入っていきたいと思いますちょっとパッパあのしか言えないんですけど ね、11月3日の金曜日の14時,あ14時から16時30分までね場所があの沖縄市男女共同参画センターであのやります。一、ま、<あ>人30分でやってて店員があの10名ほどなので先着順上要望申し込み <laughs> 無料で、ね、あのやってるのでもしよかったらあのお問い合わせくださいということでお問い合わせのこの,あの、えっと 電話番号がです皆さんぜひねあの私たちに化け物にしてほしいっていうんだったらぜひ来てください <laughs> でもまあ一応ナチュラルメイクも勉強入ってるみたいなんですけど、ねうん、ナチュラルメイク私難しいからちょっと練習したいと思いますはい。<laughs> <laughs> っていうことで、そろそろかな。うんうん、はい、それでは、そろそろ、もさよならのお時間になります。寂しいと思う方、いないよね。はい、最後までのご視聴、ありがとうございます。この番組、おねえからずのちむどんどん。ラジオは、第一金曜日、第三金曜日、あねば第五金、あ第五金曜日の夜六時から七十六点。一メガヘルツで生放送でやっていますよ。<laughs> あと YouTube でも「おねえからず」と検索すると見れますのでよかったらご覧になってくださいねハートあと LGBTs の方でねこの番組でお話ししてみたいと思うゲストさんも募集していますよぜひぜひね私たちからでもね FTM さんとかねえっと <coughs> 同じようなね 私たちのタイプ X ジェンダーだったりとか、まあ、ニューハーフさんみたいなタイプだったりとかあのたまにまあゲストさんも呼んでますので来なかったら、ね、あの私たち二人でくだらない番組しかできないからね、うん、はい皆さんあのよかったらね <laughs> あの来てくださいよお問い合わせ先が761「FM コザ」。jp761「FM コザ」。jp までよろしくお願いしますあのですねあの緊張するっていう方はもうやっぱり大体 なんですけど私たちもねラジオやり始めたときって大体緊張したじゃないでも最初から結構突っ走ったよね下ネタで、ね、つっ走ったっけあら下ネタっしてるって言って雨が今日降ってるわって言ってあ、私も濡れちゃったからねって言ってね <laughs> 初でそ,そういう会話したからねだめよね,本当にね <laughs> あんたそんなことも覚えてるわけ私何話したか覚えてないけど <laughs> いそれだけがちょっとイメージがあったから <laughs>、はい、う <laughs> もう YouTube のディレクタらないと分かんないよねだからねもしあの心配 なかたら、もね、<laughs> あの個人的に、あの私、f フ、あ、あのフェンツー、<laughs> <で>飛ばす。あのー、ごや、なんでやってるの、でもしよかったら、ね、<laughs> そこからのメッセージか、でもいいの、で、もしね、送ってください。はい、この日本、この沖縄が行きやすく、みんなが一人一人の個性、順にといどを尊重していける。世の中になっていけたら、いいなと思います。今日のカラーズは、ラムと、あのチュラチュラチュランダです。と、人生千吉さんでお送りしました。せーの、人生エンジョイ。 炎上かもしれない、ご <laughs> きげんよう <laughs> <laughs>